どうも、わきです。栄冠ナインやっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この栄冠ナインの動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価をしていってください。さあ、では今回は夏合宿からですねやっていきましょう。さあ、天才4人チームリリース丸、まあまあいいでしょう。ちょっとこれを天才に使うかどうかは考えたいところではありますね。まあリリースぐらいだったらなんかまた本もらえるんじゃないかっていうのもあるし、まあ今つけられるという意味ではね、先につけても悪くはないかななんていうところで、はい、合宿行きましょう。あ、今総合練習でもよかったか。まあ一マスだからな。あ、これユサ選ばれたわ。ナイス、オッケー。さあ行きましょう。渋メンツ、もうこれ稲倉一点狙いで行きたいです。そしてこの稲倉ですね、バント悪くない。稲倉バント悪くない。まあ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 いいでしょう。メンツが、あ、ユサ選ばれてるからそんなことないか。さあ、まずユサ何行くかっていうところで、流し打ちカット打ち威圧感、ラインドライブつくと嫌だな。嫌だってこともないのか。いや、威圧感、天才に威圧感。うわー、来ないか。天才に威圧感なんてついた日にはですね、はい、まあこれは岩橋ということになるでしょう。阿部比、盗塁プラス2、阿部比。総人生甘くないか。さあ、宮本さん、お、記者チャンスやん。宮本、田丸、古澤、全員来年のレギュラー。阿部比、合格、合格。ラインドライブがちょっと目に入るな。でもここだな、もうこれしかないな。古澤、合格きた。来たよ、合格。合格来たよ。最強得の。これは黒江の盗塁を上げるのが一番いい気がしますね。よし、黒江悩んだ、悪くない。記者来い。悪くないでしょう。これ古澤はそこまで期待されてなかった選手が広角打法つきましたね。まあ走力、そしてミート B からのパワーになってくるので、広角がこう発揮されるのはもうちょっと先になると思いますが、悪くないと思います。で、誰かなんか悩んだ、 OK、 黒江か。黒江悩んだつきましたね。悪くないですね。はい、リリース使うか、もうもらった方が早めに使おうと。天才もいっぱいいるし、やっぱり使っていって損はないかなと思うので、ユサですね、使いましょう。よし、だからもう早めに使っとかないとちょっと怖いっていうのは逆にありますね。さあ、夏の甲子園ですね。ちょっとこれ音声大丈夫かな。ちょっと音声今調整中なんですが、ちょっと待ってくださいね。多分大丈夫そうですね。はい、ちょっと音量が大きい気がしたのでやや調整しましたが、なんか前回前々回みたいな変な音にはなってないと思うので大丈夫だと思います。やっていきましょう。さあ、西森175いきましょう。さあ、牧山、もうそれ5にはしたいな。なんとか5になったら練習指示を呼ぼうかななんていうところだと思います。いや、伊達はなんか制球ピッチャーにしよう。さあ、小森、小森といえばメジャーですね。やっていきましょう。さあ、ユサ、まあ投手として最低限にはなってきた。もうあとは打線の途切れにならないようにというところもありますね。はい、村野本当に盆栽なのかい君は。さあ、市原も相当強い。ただこれ選抜でミート上がりすぎるんじゃないかという疑惑が僕の中にちょっとあるんですよね。10はでも上がんないか。でも天才だからな。というのも踏まえて、僕、ユサ、市原か。まあいいか、市原。ファーストなんで、補給アップでいきましょうか。はい。いや、まあ守備か。まあまあまあ、ちょっと悩ましいところではありますね。で、電眼はそのままサードにしたいと思います。自分の代で、どっかにポジションチェンジっていうのはありえると思うんですが、
今年はちょっとサードで考えていこうかなと思っています。セノもなんか悪くない感じにはなってきましたね。さあ走れるようになって広角使ってで非常にいい選手になると思います。ということで電眼は総力ですね。はい、でも電眼外野もできるんだな。まあまあまあ来年のセカンドは外野から岩橋を持ってきたいと思っています。さあ稲倉ちょっと肩上がってほしいね。あとちょっと総合練習とかもあるからまあなんとかなるでしょう。まあ宮本さんこれでミートパワー BB にして、もうミートパワー BB 弾道3になったらあとはひたすら守備でいいと思うんですよね。ただまあちょっとパワーがそしたら今から上げると上がりすぎる気がするんで、よし最強のショートにしよう。宮本さんはやっぱりどんな打球でもそらさない、深夜のショートは日本一と言われてますからね。はい、そんな感じでやっていければいいかなと思います。さあ高見沢総力も100になってるし最後どうするかっていうところで、まあ打撃いい選手で弾道用なんでパワーを上げましょうか。よし、ということで岩橋来年セカンド、守備上げとこう。まあ早急いいが気になるんですけどね、早急いいしかいない。まあそういうところで言うと電眼をセカンドもありなんですが、まあ電眼サードですからね、普通にサードとしていい動きをしているなというのもありますので、1回戦からにしてよ。おーい、オッケーなのか本当に。ま、いや前評判 A だからビビるとかそういうのはもううちじゃね。そろそろ金徳来てもいいと思うんですけどね。そろそろ、そして鬼の厳選芸にしていっても面白いんですけど、金徳とかまだちょっとそれやらずに一回負けたらそれしようかな。そう、連敗き、あの連勝記録が途切れたら逆にそれやるのもありかななんて思ってますが、ちょっと今はそれなしでいきましょう。夏ってくれるんでしたっけ、夏と春両方もらえるっけ。ちょっと秋山高校の時にやってたけど記憶がない。ただ地獄もかなり辛いという記憶だけはありますけど、ね、あーこれうまく使うんだったら一気にいっといた方が良かったですね。まあ少しなんでそこまでは変わりませんが、多分これで全員体力も回復。まあいいでしょ君たちは。ユサが気になるな。まあいい、行きましょう。さあこれ、いやこれユサ注目選手はさすがに怖いな。選ばれんな、よしよかった。選ばれたらもう選ばざるを得ないですからね、こういう時はもうむしろ選ばれんなと、はい、いうことで。で村野の盗塁だけは意地でも上げたいという気持ちがあるので、威圧感同士でここで交代だ。よし、もう8番高見沢とかいう鬼オーダーでいきましょう。かまあ佐山ノリノリなので、でも威圧感ないからな、たまるに威圧感かかんなくなるし、こうか。でもなんか佐山はうまく使っていきたいですね、どっか途中からでいいので。はい、まあうまくチームを回しつつ戦っていければなと思います。いきましょう。さあようやくこの僕の iMac が正常に動きまして、そして今ニュースをちょっと見てみると、沢村投手がいきなりロッテに移って登板、そして3連続三振。いや僕ね沢村選手好きなんですよ、巨人ファンで。これはねちょっと悲しかった。さすがに筋肉で制圧してほしいね、ロッテに行っても。やばい、ちょ1年生こっちピッチャーだからな、手加減してくれよ。やっていきましょう。あ、しかも才能開花かい。まだ才能開花の期待時ではないと思います。ムードバッツ、ムードバッツがいるチームには負けらんねえな、負けらんねえよ。ツーベース打ってますね。まあ岩橋はもう普通に広角でバンバン打っていくと、カット打ちつければ最強。いや2年生で32打点最強、3割9分最強、ひたすら最強を更新し続ける実況と言われています。やっていきましょう。よしよしよし、いやユサ頑張ってる。たまには引っ張るか。
いやでもミートにしとこう。これで引っ張ってホームラン打ってプルヒみたいなのやめてほしいからね。広角だけは消しちゃいけねえな、いけねえよ。やっぱダメだな、流し打ちさんじゃ困るな。コマルちゃんだな、それは。そうか、今日高見沢がそこに。いやでも無理無理、それは無理、さすがに。まあこの最低限の流し打ち、天才ならできるでしょうと。ユサが戦力になりつつあります。さあ同点ですからね、ここはちょっと全力でやっていきたい。稲倉30盗塁しかしなかったか、通算。まあまあこの甲子園であと30盗塁ぐらいするでしょう。やっていきましょう。上げちゃいけねえな、いけねえよ、足が速い選手が。サムラン頼むわ。ウサブラまだちょっと早いな、ツアートだしな、もったいないな。やばい、いやースクイズありだったか。いやでもスクイズで1点とかそういう感じでもないんだな。いやユサヒット打たれてるけど頑張ってるよ。天才が多いとお調子とかしたたかのあのカードが使えないんで逆に難しくなるんですけど、もう3でも流すか。こうなるとここまで広角で打たれると3でも流していいんじゃないかみたいな、そういう疑惑が生まれてくるよ。さあ行け電眼。まあまあまあ電眼はね、こんなもん。おー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 おおお、村野盗塁させたいのに。んわっ、稲倉か。ちょ、これはやるか。よし、これはさすがに。そうか、内野安打かバント職人かなんかそんなのも持ってるんですよね。使っとこう、ツーアウトだけど。和田さんは全然打たねえからね。ほんと全然打たねえからな。困ったもんだぜ。って言ったら必ず打ってくれるんですね。これ高額ついたんじゃね今ので。金丸が来ましたね。いやーヒット10本も打たれてよくこの点差で抑えてる。120球ももう投げてる。でもキャッチャー A なんで、はい、これは天才育成です。前回これバグなんじゃないかっていうコメントもあったんですが、あれ多分バグじゃないと思います。天才は実際今まで栄冠やってる感じ、前回の試合みたいにめっちゃ長引いたらもうゲッツーで終わりなの。長引いて打席数投球回数増えるとあれくらい上がるんですよ。なので引っ張ります。引っ張りハンティングモンスターストライクやっていきましょう。サナパッチョかわいい、やっていきましょう。あ、やばいやばい、こいつ広角持ちかさったわ。これダメだな、同じ投球続けたらなんか危ない気匂いがしたんで低めでちょうどだけ避けていこう。よーし、粘り強く投げますね、ユサ。とりあえず1年目防御率3点台で終われれば最高ですね。最高。いやもうあれでしょ、とりあえず流しときゃいいみたいな、そういう感じでしょ。盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、この後の歌詞は全然知らない。いいピッチャーだね、二刀流で。背番号10で二刀流、威圧感を放ちながら、だけど相手投手も一年の天才。そんな感じでしょうね。ちなみにこの曲のチョイスは1年生なんで、まあ誕生日月が早くなければ15歳だろうと。これって15の夜っていう歌だよな、間違えてないよな。コンプラ引っかかりまくりの歌ね。
いやー粘る。これキャッチャー A がでかいんだろうな。さすがにこの能力じゃこの相手、まあだいぶヒットは打たれても12本も打たれてますけれども、まあ守備もいいのかな。あとはこれはさすがに代打を出したいところだけど、9回も投げてほしいからね。となるともうちょっと禁断の技いきますね。真似しないでください皆さん、これは禁断の技なので、あくまでこれで全員に総力経験値だけぶち込んどくっていう。でもピッチャー残さないとさすがに球数がなーみたいなとこあるぞ。あ、今思うと西森に外野のあれつけてなかったじゃん。練習指示あったんじゃねえか、合宿前に。なんかそんな記憶があるんだけど、まあいいか。よし、ユサ105、あでも全然150球いける。これだけスタミナ上げてたら170ぐらいまでなんならいける。あ、150球いってる。なんちゅう監督や。でもまたユサのいい、これは育成につながったと思いますよ。ユサいいね、でも本当にいいね。あれ自分のエラーって防御率に関わるんだっけ。まあエラーもあってのこのバック、 I'll be back。三塁であるよこれ。前回コメントにあったんですが、和田さんは下の名前カズヒロなんで、レーザービームカズレーザーどうですか。いいですね、カズレーザーですね。今のやっていきましょう。はい、ということで、いや古澤降格ついたからね、来年降格が2人、まあ夏頃にはそこそこ打てると思うんでね。お、高見沢だけ3盗塁か。ほら、やっぱバグじゃない、これくらい上がるんだ。毎試合こんな上がっていたら、守備も2も上がってる。よし、140いってくれたし、まあ総力も1試合で6も上がってますしね。はい、これはユサ、やっぱ天才二刀流育成が一番楽しいね。稲倉プル火がつきました。デンガンも育ってますね。あ、これ待てよ、なんか市原あたりの急成長使えてない気がする。あ、でも知らん。天才が多すぎて困る。デンガンは使った。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。またまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。